恐喝してくると。自分らで決めて勝手にと。俺が金額決めてるわけでもない。こんだけよこせと。言うよ、お前。恐喝しますと。自分がこれから還元できるんじゃないかなっていう量いを。くらよこせって言うてみ。ちょっと細かい金額まであ、は。言うてみ。去年の夏のボーナスプラス10です。嘘つけ。本当ですよ。お前、110万とか書いてたやん。全体的に見て。もうええわ、もう、はい。どう思う、これ。この間、税理士さんの話、すごく面白いなと思ってて、話を聞いてたんですけど、で、いろいろとその採用の話だったりとか、人の話だったりとか、聞いてたと思うんですけど、やっぱりまっちゃん的には言葉で変えると、宇宙法則かな、宇宙法則、まあ、原理原則に基づいての、その採用の良し悪さっていうのがすごい、マス向けにはいいんですよ。マスの人たちって、みんなやっぱり採用って常に悩んでることなんですよね、採用って。採用する方が、されるそう、方採が。用される方ね。される方が。どっちかっていうと、雇われる人が多いじゃないですか。まあ、ああだこうだ言ってね。ああ、その時の、そうした立ち回り方だったりと逆もありますけど、採用する側もそうですし、そういうもんですよっていうのを、まあ、宇宙から見た形で、まっちゃん的、まっちゃん流に切り裂いていただけるといいかなっていう感じですけど。今日のテーマって。まあ、これ見てる人、愛ちゃん、なんて質問するのよ、みたいな。でも、採用のところ面白かったっすよ、めっちゃ。何結局、が、何、そんな面白い内容な、あった？ありましたよ。まっちゃん自身がもう辞めたと。普通に態度、お前とか、こいつとか言ってるところっていうのは、相変わらず、そういう、いや、言ってましまあ、たよね。元からそういうキャラなんでね、みたいな。まあ、そのキャラを出すってことでしょ？キャラクター的に俺がそういうキャラクターやからまあまあ、ね。それはまた置いといて、今日先に俺朝のニュースだけやりましょうよ。それ、毎回毎回だから。毎回の朝のニュース、世界のニュースです、世界のニュース。もういつもと、いや、いつもと同じよ。もうほんと一緒よ。だから、もうなんか、毎回。あれなんですか、まっちゃん的に、もうこれはちょっと早すぎるよと、スピード感が早すぎるよっていうのがあったりしました？世界中で今といつもと変わんないよ、流れ的に変わりませんっていうのはそうなんでしょうけど、いやいや、加速度的ですよ。もう最後の最後まで来ましたよ。だからもう。ただその一般的っていうのはただなんか普通のその辺の世界を見てると全くそんなことなってんのみたいな。だからどういうたいからもうなあれよあれやってる感じ。映画映画。映画、壮なる大ほなど。映画。壮大な映画やってる、ポケなとあのちその見えないところではすごいことやってるってことね。なるほどね。すごい戦いが。いや、芝居、壮大な芝居やねんけど、ただ、見ようとする人にしか見えない世界みたいな。ここが面白いんですよ。それは知識は分かってて、探求してる人じゃないと見えない世界ってことですよね。あれと一緒よ、昭和20年の敗戦前と一緒ですよ、8月15日、突然、玉音放送が流れる前と一緒ですよ。帝国陸軍、海軍ともに勝ってるみたいな、日本は、大日本帝国はもうまだまだ行くみたいな、もう本当はスタボロなってんのにみたいな、あれと一緒よ、今。メディアってそういうもんなのね、みたいな、まあ、そこは。メディアはそうじゃないですか。もうメディアはコントロールするもんですから、本当に。ただな、イギリスもね、まあ、医師もそうやけど、アメリカの一部なんかもな、やっぱな、もうウクライナもボロ負けですって言い出したから。やっぱり言い出したってことはな、このまま行くと袋叩き合うから、ちょっとそろそろ手のひらを返しましょうか、みたいな感じになってくる。まあ、こと世論的には、ね、そうだ。僕がいつも言ってるように、この7月でもうあと1週間、そこらしか、これで終わりですよ、もう完全に壊滅です。で、まあ、その軍事っていうかな、軍事的なところとしては、そのもう西側の、完全負けですよ。で、要はだから分かりやすいロシアの完全圧勝ですわ。で、西側、旧ローマ帝国のもうスタボロの負けと。で、これ軍事な。で、力はウクライナ負けて、で、あとはまあ金融、要は通貨戦争ですわな。で、この通貨戦争も、ロシアの勝ちと、ブリックスの勝ちと。要は西側、旧西側、ドル、ユーロ、日本円、もうズタボロみたいな。ボロボロ、バーンみたいな感じ。もうな、見事よ、これ、今回は。で、それの詰めっていうか、そのもう、まあ、詰めは終わってるんですよ。もう本当、もう
完全なボロ負けはもう決まった、確定は決まってんねんけど、その今やってるこの8月に、7月、8月に今やってることって、次へ向けてのステップなんですよ、だからもう。ブリックス新通貨ですよね。要は金ゴールド担保、ゴールド担保の貿易通貨ですよね。だからこれ、ブリックスゴールドなんちゃらっていう名前になるのか、その辺はちょっとようわからんけど、これがまあ8月のエンド終わりにその南アフリカで発表されてくることになったりね。で、9月にはアメリカ、テキサスからゴールドリンク、これも準備完了しますからね、新通貨が発行されるわけですよ。ね、だからこれも分かりやすく言ったら、もう次のステージってるんですよ、次のステップ、要は再建ですわ、うん、としてはもう今、もう旧体制っていうかな、うん、旧ほぼほぼもう旧体制は瓦解させたっていうか、ほぼほぼ崩した、うん、新しい体制をさあ、始めていきましょうっていうのが今始まってるんですよ、だからもう終わってます、うん、完全に。うん、だからそれを分かりやすく言ったら、その先言ったようにウクライナもそうやけど、NATO な、NATO ももういよいよ懐疑的っていうか、アメリカ その大きなビッグメディアでも言ってる場所はもう NATO、特にヨーロッパは、ヨーロッパそもうどこの国も言ってるもん、NATO 解体だって、あれがあるから、ろくなことにならんみたいなことになってるから、だから、要は NATO 解体っていうことはですよ、要は西側の欧州軍事同盟みたいなもんですよ、あれの解体っていうことですから。だからもう戦争はなくなりますよ。ちっちゃい小競り合いの紛争もこれからもなくなっていく未来になるんですよ。NATO とか、でアメリカ の、 あの CIA とかな、はい、で、まあ、軍産複合体とか国際金融資本とか、ああいうのはぐっと出ていくんやから、はい、うん、それはもう戦争も小競り合いもない世界やと思うよ。未来は。ただまあ、うん、ちょっとなんか悪さするような、悪さっていうか、よその国を侵略とかな、犯しに行くような戦争をやらそうとかするようなやつが出てきたときには、ロシアが出てきて、ロシア軍が出てきてぶったたくみたいな。まあ、世界はロシアと新しいアメリカで睨みを利かして監視させてますよ。もう変なことはやらせませんよ、みたいな話になっていくと思いますよ。もう完全に次のステージ入りましたよ。再建のステージですよ。うん、だ日本の国会見てるとまだ崩してる最中みたいに見えてるけど、うん、完全に終わってますよ、うん、もう解体してる状態ですもんね。で、まあ、愛ちゃんが今日言ってた雇用問題うんぬんかんぬんっていう話を今日しようと思ってるんやろうけど、あのね、うん、ちょっと気になってるのがやっぱりな、僕は中国からの難民というよりは日本の場合、うん、朝鮮半島からの難民が多分なちょっとこの先問題出てくる可能性があるなと。問題というのはというのは、あこう必ず、もう昔から、昔っていうか、この動画始めてから僕ずっと言ってるけど、あそこは必ず統一なるはずなんですよ、今回の。うんうんうん、今回のその歴史的な転換でね。うん、あそこはその北南の分断したままっていうのはありえないんで、必ず統一しますから。だから、うん、今回は俺、北主導の統一やってずっと言い続けてんのよ。うんうん、要は、国王朝 の主導による統一っていうことになってくると思うんですよな。うんうんうん、でこの動画でも言ったかな、ちらっと言ったと思うんやけど、要は北朝鮮のキム・ジョンウンっていうのかな、今のね、取った人。はい。あの人、その日本人の血入ってるからな、あれ。で、その日本人の血が入ってるっていうのは、元はどこからなんかって言ったら、大日本帝国、いわゆる、陸軍中野学校か。要は、わかりやすい言うたら、諜報機関みたいなもんですよ。はいはい。うん、要は、まあ、スパイとまではいかんけど、日本大日本帝国の諜報機関みたいなもんが陸軍中野学校エリート養成学校なんで、うんうん、あそこに満州から流れてきて残った、うん、陸軍中野学校 の、まあ、そのエリート将校みたいなのがおって、まあ、名前は言わんけど、うん、まあ、そういう人が、まあ、あそこなんていうから北朝鮮をこう指導していったっていう形になって、うん、そのままでいくと、うんうんうん、で、まあ、そういう、その人の、まあ、なんていうかな、血を受け継いだのがキム・ジョンウンという形になってるから、うんうん、だからこれね、うん、ちょっとまあ、いろいろあんねんけども、韓国、大韓民国、いわゆる南主導の統一っていうのはちょっとありえないんですよ。うん、どうか。だから、要は北主導の統一になって必ずなってくるはずなんで、その時に、うん、南、いわゆる南の、あの半島の南の旧大韓民国みたいな人たちがどういうふうに抗うんか、多分やっぱね、抵抗あると思うんですよ。まあ、それはもともとそうですよね、北と南に、うん。あの体制から始まるというか、引き継ぐというか、あそこからこう新しい朝鮮半島を作っていくっていうのって、ちょっと抵抗ある人がおると思うな。うん、だから朝鮮半島から日本が敗戦に引き上げた後に、やっぱり同じようにその大阪の鶴橋とかな、天王寺とか、ああいうところにその半島の南に、うん、特にその南の方の人やな、うん、
南朝鮮でも南の方の人たち、特にチェジュ島とかな、うん、あの人たちがたくさん、釜山とかな、あの辺の人が結構、うん、その大阪の天王寺、鶴橋にわーっと流れてきたわけよ。うん、あれがもう一回起こるんちゃうかなって今回思うんだから。なるほどね。うん、朝鮮半島がかなり日本にまた流れてくる形になるような気はしてならないな。その統一ってなった時にな、うん、いつのタイミングがどうなんかは分からんけど、まあそんなに長く時間はかからんやろなと見てるんですよ。もう本当いつものあれですよ。そのもう新しい次の体験というか、再構築向かって動き出してるし、動きだいよいよなんか本格的に動き出したって感じですよ。うん、としてるっていう感じじゃないですか。もう、ね、そうなるとどん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 雇用も変わってきますよね。またね、雇用問題ってからもね、まあ雇用のね話今日あいちゃんしたいっていうね、ちょっとそこはな、ちょっといろんな、うん、いろんな話になってくるやろうけど、まあなんとも言えん、まあ時代が変わっていくしな、はい、そうですね、人間の意識も変わっていくんで、あ、まあだからその辺はねどうなっていくんでしょうっていうのが今日テーマになっていくんでしょうかな。そうですね、まあまあ、テーマになってくるんですね。はい、なんか知らんけど税理士のあの動画見る人結構おんのよな。そうなんです、そうなんです。いや、お金の話してるから一番いいんですよ。お金の話みんな好きですよ。だから親が言ったじゃないですか、お金の話みんな好きだって。要はメンタルとかの話、いや本当はメンタルブロックの話とか大事なんですけど、まあ生におく、まあうん、俺の神様がどうたらこうたら言うてのはみんなあんま興味ないわけ。興味ないんですよ、はい。お金のことしか興味ないんですよ、みんな。やっぱり生々しいのが好きやんか、やっぱり。みんなやっぱり生々しいのが好きなんですよ、本当に。そう。だからやっぱりお金のことで攻める方が再生数も取れるし、正直、いいんですけど。はい、いやいや、いや、再生数取れんでええけど、別に。まあ、でしょですよね。まあ、別に、だから、要は、分かる人には分かるから、別に。いや、撮りたいとも思ってへんし、見てほしいとも思ってないから、見たいとは見てねえだけの話なんで、うん。そうですよね、そうですよね。うん、いいんですけど、ただ、やってんだったら少しぐらいね、見てもらいたいなっていう欲はありますからね、個人的には。まあ、いや、じゃあ、ゼリ氏のやつ、たまに生々しいの上げてるから、そっち行ってくれたらいいんじゃないのみたいな。そうです、まあ。そうそう、なので、それで、対応のことについて、すぐ見てて、あ、面白いなと思って。僕も社長だから余計に採用のことってすごく気になるんですよ、毎回毎回ね。具体的に何から話したらいいんかな。具体的にじゃあ整理すると、まずその辞める人が辞めることが多いって話にしたじゃないですか。若者が最近は辞めるって話をね、デイリストの話で言ってましたよね。なんかすごいみんなああいう若い子辞めるよねって話をしたじゃないですか。まっちゃん的になんで辞めるんですかね、この若い子たちって。いや、昔も一緒よ、それは。一緒やって。一緒ですか。我々が、例えば二十歳ぐらいの時な、自分が二十歳の時思い出してみて、はい、我々が二十歳の時に、多分年上の人に、最近の若いやつはすぐやめるって言われとったって、多分。でもそれって、それってでも、今より昔の方がまだ言われなかったんじゃないですか。今の方が言われまくってるじゃないですか。なんか、どうなんですか、それ変わんない。一緒よ。一緒。ああ、そのもう一個前 の我々より20歳ぐらい上の人は20歳ぐらいの時って、またその前の先輩20歳上の人に同じこと言われてたって一緒や、ね。ただちょっと形が変わっていってるだけで。なるほど。うん、ただね、言えることは、我々がその20歳ぐらいの人と今と圧倒的に違うっていうのはな、うん、まあ当時、まあ、僕の昭和1968年生まれなんで、20歳ぐらい。はいはい、バブルの真っ只中っていうか、もう終わりかけてる頃、はい、はい、終わりかけてた、なるほどね、うん、多分平成の平成元年とかなんかそこら辺ちゃうんかな、うん、多分、はい、もうバブル終わりかけてる寸前みたいな、これ、はい、終わった後ぐらいの感じかな、多分病院が残った時ですよ、はい、でね、はい、やっぱりね、まだなんていうんかな、会社への忠誠っていうか、その終身雇用みたいなものの残骸はまだ残っとったわけよ。だからですね、はい、分かりやすく言ったら、会社っていうか組織に就職したら、はい、やっぱり最終的にはその何て言うかな、安定した生活ができて、そこそこの給料が出て、うん、で将来的にはその豊か、まあなんて心配なく老後を暮らしていけるでしょう、まあ、そこまでは考えてへんけども、はい、なんかその先未来は見えてたっていうような感じですよ。そうですね、未来は見えてます、ね、おやっとな、
ぼやっとまだ経済が良かったんで、はいはい、ただ今ってそんなんないじゃないですか、もう全く。まあ、あんまりよろしくないですね、はい、あんまり。いや、いや、いや、よろしくないというより、その会社にずっとおったってどうなんのよぐらいにしか思ってないわけでしょうか、大体。まあ、確かにそうですね、はい、そうですね。うん、それは我慢する理由もなければ別に気に入らんことすぐ辞めるしみたいなぐらいの話しちゃうのかな。そうね、そういうことですね、はい。まあただそのまあそれとともにやっぱりその、バブル崩壊以降その竹中平蔵みたいなのが出て、うん、ね、構造改革とか働き方改革とかでなんやかんや言いながらもう派遣っていうかそのいわゆる終身雇用みたいな形がなくなっていったわけよな、やっぱな。はいはい、うん、うん、でまああれもね終身雇用っていうのもそのなんていうかな、国が主導してそういうことになっていったとか、はい、政府がそういうふうになっていったっていうわけじゃなくて、やっぱりね、イギリスの産業革命の時と同じで、やっぱり日本は戦後やっぱ経済が右肩上がりで伸びてきたわけよな、はい、で伸びか、あ、の、右肩上がりで伸びていくっていうことはやっぱりインフレなんですよ、インフレ化していくわけよ、はい、要は物価も上昇していく、で賃金も上昇していく、で土地も、はい、不動産も上昇していくと、すべてがじわりじわり上昇していく過程なんですよね、はい。で、こういう社会構造っていうか、そういう時っていうのはね、やっぱりどうやったってその人手が足らなくなるんですよ。うんうん、世の中が経済成長、今みたいなインフレじゃなくて、本当の経済成長とともにインフレしていってる、はい、インフレ化していく時代時っていうのは、はい、人が足らないんですよ。そうだね、はい、まあ、要は製造なんかだったら作れば作るだけ売れていくんですよ、冷蔵庫でも、うん、テレビでも、はい、何でも、今でも、はい、今でも、はい、ということは生産規模をもっと拡大する、もっと拡大するってなっていくわけよ。はい、そうでしょ、需要が大きいんですよ。需要があれば供給も大きいですか、うん、そうですね。いやいや、供給が足りないんですよ。供給が足りないから人が増える、そうですね、はい。そうだから、その需要に対してもっとその需要を賄うために供給を増やそうということになるっていうのは、はい、っていうことは人を雇わなあかんようになってくるわけですよ。そうですね、はい、だからこれが経済拡大によるインフレっていう、経済成長のインフレの、はい、時代の流れなんですね、はい、ってなるとやっぱ会社側からするとそういう人たちにそのを抱え込みたいっていうのがあるわけよな、はい、うんうん、人は抱えておきたいと、要は、うん、売れるわけです。売れるし、利益は上がるし、経済まだまだのものが人は、ね、いくらでもいるって形になるわけよ。うんうん、で、さらにそこへ、やっぱり熟練の技っていうのが必要になってきたり、その熟練度みたいなものが必要なんで、1年、2年で辞められたら、戦力にならないんですよ。うん、言ってましたね。うん。だから、国が旗振ったとか、政治が旗振ったじゃなしに、その民間からそういう自然の流れで終身雇用みたいなものが出来上がっていったんですよ。ええかな。はい、いいです、分かってます、分かります、うん、で、まあ、給料はそこそこ上がって伸びていくやろうけども、最終的にあの当時の定年って言ったら55歳とかな、遅くても60歳、はい、今も65とか70になってるけど、はい、そういう時代だよ、はい、だから55歳とか60歳まで頑張ればしっかり退職金もらって年金もしっかり出ると、その時代はね、うん、うん、でハッピーエンドみたいな、そういう時代だったわけだな、うん、でもどこでこれが変わってしまったかって言ったら、やっぱバブル崩壊ね、平成2年、うん、平成3年、顕著に表に出てきた平成4年、5年ぐらいからですよ、はい、うん、でこのあたりからどうなったかって言ったら、今までのインフレ経済が終わってデフレがあったわけですよ、うん、要は物が売れない、物価が上がらないっていうふうになってしまったんやな、物が売れないですね、はい、うん、これが平成4年、5年から目に見えて顕著になっていって、今が、令和、まあまあ平成終わって令和1年、令和2年ぐらいまでまだちょっとデフレっぽい感じやったわけよ。うん、だからこれがいわゆる失われた30年ってやつですよ。で今インフレに転じたわけよな。でこれはまあコストプッシュインフレ、外圧のインフレ、燃料高騰のインフレって言うけど、うん、基本的にはこの先もインフレです。うんうんうん、物価が下がってくることはもうないですよ。一回上がるとなかなか下がらないんで、こういうものは、うんうんうん、そこにさらにヨーロッパ、アメリカ、まあ、外国ですよ、外国とのその経済とのその格差ですわ、日本との今ね、うんうんうん、でこれってこのギャップって必ず埋まっていくんですよ、はい、うん、で埋まっていくということはやっぱり日本の物価もインフレ化していくってことなんですよ、うんうんうん、上がってくる、上がってくるんですよね、
ええかな。で、この平成の30年間のこのデフレ経済っていうのが、そのいわゆるその終身雇用っていうスタイルですわ。はい、これを、このスタイルが、なんていうかな、もうなくなっていく形の、これデフレなんですよ、やっぱ元の根源は。それはまあ確かにね、国や政治がその構造改革やとか、そのなんていうかな、派遣がどうとかな、まあそんなことやってぶっ壊してはいったんやけども、でまあ財務省が緊縮やったり、金出さんとかな、まあ今続いてるけど、それもな。うん、いや、確かにそれをやっていったんやけど、それでもやっぱ一番の根っこにあるのはデフレなんですよ。デフレ、うん。でね、でそのさっき言ったようにインフレ系、その昭和のインフレから一転してデフレってことになると、企業、いわゆる会社からしたら、労働力、人っていうのは、うん、それまではインフレの時代のその労働力、雇用っていうのは、うん、どちらかというと人は財産みたいなもんだったんですよ。あ、うん、どちらかというとね、うん、その世の中がインフレで経済が伸びていくっていう大前提では、人はその財産であり、コストではなくて、どちらかというと意味合い的には、なんていうかな、富を生み出してくれる源泉みたいなもんがあった。いやそうですね、人はいた方がいいからね。で、うん、それが一転してデフレになってくると、要は人件費っていうのはコストとして見うコストです。そうですね、はいはい、うん。コストとか、うん、あとは固定費として見るわけよな。そうですね、うん。で、これをカットせなあかんとか、どうにかせなあかんとか、ああだこうだっていう話になってきたわけですよ。かな。で、これがもう30年も続くと、その雇用的な話でいくと、もうなかなかその、なんていうか、染みついた、もう、なんていうん、その、組織に忠誠を誓うとか、組織にいれば、私も一生安泰だみたいなんて、特にまたこのコロナで一斉にクビになったから、はい。ないわけよ、そんなもん。そうですね、もう、安泰はなくなっちゃいましたね。逆になんですけど、やっぱり会社員になった方が安定じゃないじゃんっていう部分もありますよね、結局。そこに移動しちゃってるからね、うん、でまあそのちょっと今日話また愛ちゃんの質問に答えれてるのかどうか、この先どうなるのかっていう話なんですよ。そうですね、うん、それでいいと思いますね。だから採用についてのこの先の未来ですよね、うん、で今の前提を踏まえて話をしていきますよ。はい、どうぞお願いします、はい、でまずね、日本昭和の要は、ね、はい、第二次世界大戦に突入していく前っていうのはもちろんなかったわけです、その終身雇用みたいなもんで、ね、うんうん、だからそもそも財閥みたいなもんはあって、そういうところで炭鉱とか要は宝石とかで働く人たちおったんよ確かに、うん、ただ俺はなんていうかな、所詮そもそも日雇い的なような仕事やったわけよな、うん、まあ、うん、だまあその他の人は何やってたんか言ったら農家とか漁業とかな、うん、であと商店ですわな、酒、はい、お酒とか豆腐屋とか、はい、要は個人が個人事業主としてやってたわけですよ。うん、でサラリーマンみたいなものが出来上がったっていうのは、サラリーマンを OL みたいなものが出来上がったっていうのは1920年ぐらいから始まっていってる。ああ、そうなんですね、うん、そのあたりから、うん、でこれが終戦後、高度経済成長入ってからさっき言ったように、そのサラリーマン大増殖時代みたいな終身雇用、これが終身雇用ですよ。でこれを、平成の頭、昭和の終わり、このバブルが崩壊するときまで続けてきたわけです。それはこれがまあ一区分、うん、で、さっきも言ったように平成の30年間は、逆にデフレの時代で、この終身雇用が消えていく時代だった。うん、なくなって、雇用派遣。今、うん、雇用派遣っていうのがおそらく3分の1ぐらいおると思うよ。それが派遣社員みたいなね、あの、うんうん、非正規労働者みたいですな、うんうんうん、でこの非正規と正規がなんていうかな、格差社会みたいになってしまってるけど、うん、同じ仕事やってるのに、なんか非正規と非正規で待遇違うとか、わけのわからなくて、なってますね、それはなってますね、はい、でこれは淘汰されると思うわ、改善っていうか、うん、もうそれは大企業ガタガタ崩れていくから、うん、その何にもできへんのに正規で給料だけ高い給料持ってますやつはもう全部ダメだっていくと思うけど、まあ、そこは置いとこう。そこは話や。あとで、あやちゃんの質問で答えますよ。でね、うん、次の令和の時代の話ですね。こっから先、はい、ここから先はさっき言ったように、当分の間またインフレなんですよ。うん、インフレで。うん。うん、それは一回スタグフレーションみたいなもの、いわゆる景気が悪いのに、景気が悪いのに物価だけが上がっていくっていうのは、一時期的にはあると思うんですよ。こっから先ね、少し。はい、
でも、その先も、その経済成長を伴う緩やかなインフレっていうのは、この先続いていくと思うんですよ。うん、うん、少しずつ増えてくるってことね、うん。経済成長的なものが続いていくというか、経済成長、なんていうかね、GDP とか、ああいうものの物差しじゃないんですよね。うんはい、要は、労働生産性ですよ、分かりやすい言ったら。うん、だから、インフレに伴った労働生産性の向上ですよ。だからね、はい、このイギリスなんかの産業革命の時の労働生産性の向上っていうのは、今までそのインドなんかでその綿織物をこう手縫いでやっとったわけで、ね、手で織っとったわけよ。はい、で、これにそのイギリスがインドのその人件費に負けてはならんと、我々もインドでもっと製造する方法ないんかっていうことで産業革命が起こったわけ、はい。それは機械化です。機械化、はい。機械化することによって人、インドの人何倍も人件費が高いイギリスが、そのインドより労働生産性向上すること、向上することができたわけで、まあ、はい、うんうん、これ見ると多分次は、いわゆる IT とか AI とかそういうものが台頭していって、労働生産性が向上しているような形になるはずなんですよ。うん、まあ AI とかの、そうは、そうですね。はい。それはあると。要は分かりやすい言うたら、人間がたくさん労働力、労働戦果あっても、短い時間で稼ぎ出すことができる。生産性。というような形に変わっていくはずですよ。はい、はい。ってなるとね、あんまりその組織的なものとか、組織的っていうのはジョブ型って言うたんやな、うん、ジョブ型。ジョブ型ってのは多分わかる？言ってる意味。ジョブ型何ですか？ジョブ型って。ジョブ型、いわゆる働、なんていうかな、ピラミッド組織構造みたいなものがあって、はい、雇われて働いてますみたいな形は減っていくと思うんですよ。ああ、それは、いや、それはなん、もう、なんだろう、なくなっていくと思いますね、僕も。はい、それは。はい。要は生産、労働生産性を向上するための IT とか AI みたいなものが台頭してきてしまうと、はい、そういうそのジョブ型的な仕事じゃなくて、もうちょっと言ったらメンバーシップ型みたいな感じ。はい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 、はい、あ、だから要はその価値観があったりとか、その行くべき方向を同じ志にしてる人同士が集まって、私これやります、私この係やりますみたいな、そういうその組織というか運営方法というか仕事のやり方に変わると思う。すごい、自分が能動的に意識して自分がやるべきことをやるって感じですよね。そういう世界になるってことですよね、うん、だから要はそのジョブ型っていうのは、いわゆる分かりやすい言ったら、国の制度なんて古いんで、最低時間給与みたいな、時間で決めてる人の労働を、はいはいはい、一律1000円でなあかんとか、はい、うん、200円でせなあかんとか、そんな変な話じゃなくて、成果報酬っぽい話ではないけども、やっぱりメンバーシップ型、何ができるからこういう風になりますみたいな、何ができるからこれだけいただきますとか、何ができるからこんだけ分配してもらいますとか、そういう形ですよ、うん、なるほど、分配型みたいな、そうね、うん、そうね、確かにその方が分かりやすいです、確かにその方が、今の時代には合ってるとは思いますね。はい。だからね、うん、その成果報酬って、そのアメリカとかヨーロッパみたいなところ、要は西洋文化って、その成果報酬っていうのは結構簡単に導入するっていうか、もともとそういう文化なんで、はい、でも彼らの成果報酬の基準っていうのは、はい、どんだけ稼いだからなんですよ。会社に貢献したってことですよね。はいはい。だから、いくら稼いだから、いくらあんたに給料上げるっていうのは彼らの考え方です。そうですよね。うん、生活費はそうですよね。うん、でも、日本型のその、なんていうかな、成功報酬って、なかなか日本には導入させにくいというか、見える化しにくいというか、はい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 、毎回どちらかというと、あんまりガツガツになってるわけだな。はい、そうですね。そうですね、ガツガツしたしがちやし、やっぱり縁の下の力の持ちみたいな人を持ったり、うんうん、そういう、なんかあんまり仕事できへんけど、雰囲気だけでこの人いいよねみたいな人もおったりとかあるわけじゃないですか、資金の調子。まあそうですね。はい。だから一つの会社の組織の中で全員が全員数字だけで測られるっていうのって、なかなか日本にはなじみにくいんですよ、やっぱどうやったって。金融とか保険の営業マンとかそういうのやったらええやろな。まあそれだけが仕事の全てじゃないんで、ああいう金融とか保険の営業マンってこれからなくなっていく仕事やからな、あれ。これから持ってられる仕事っていうのは、人々の幸せを何か手助けするとか、代行していくとか、思いを叶えるとか、そういう仕事やんか、どっちかって。そこにその成功報酬をこう埋め込んできて、その通貨的なもので測ってしまうと、ますますうまいことサービスがいかんようになるわけよ。そうですね。そう考えてくるとどうなるのかって言ったら、組織の中に
雇用というピラミッドがあって、うんうん、そこにその成功報酬的なものを求めるとか、あるいは今までに時間給で働いて、はい、月給制でのんべんだらりとやってますとか、はいはい、まあ、あんまりそういうのじゃないと思うんですよ。じゃあどんな方、うん、さっき言ったようにメンバーシップ型、うん、要は分かりやすいのはスタートアップ企業ってあるでしょ、若い人たちが利用する、そうですね、はい、ああいう時なんかほら志があって同じそれ面白いよねって思ってる人たちが集まっていって、なんかみんな違うことやってるってあるじゃないですか。あります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 。なんかこれ同じ会社なんほんまに、ね、違うそうです、みんなそれぞれ好きなことやってますね、はい、あれあれあの感じよ。あスタートアップ企業が増えるってことですね、なるほど、はいはい、あの感じですよ、好きなことやってるって感じですよ、はいはい、そうそう好きなことやってますね、うん、でその好きなことやってんのが、そのやっぱりそれは点なんですよ。点と点がバラバラになってるわけよな。人々の点でやってることを線で結びつけていって、丸にしていって、社会にどう役に立っていって、はい、丸の中でコミュニティをまた形成していって、膨らましていくみたいな、横に広げていくみたいな、はいはい、こういう経営者の手腕になってくると思う、今度は。うん、そうですね、うん。うん。だから上からトップダウン的に何かをこう指示していくっていう形じゃないと思うんですよ。うんうん、横の部分でね。でもさ、その状況で、でもその状況で、でも社員を入れないといけなかったりとか、あるじゃないですか。やっぱ事業拡大するときもそうですし、その雇用問題の話になってくると思うんですけど、いや、その時に、じゃあ、今の状況を踏まえて、じゃあ、今の世の中のその未来のことも踏まえて、その中で、どうしても社員を迎え入れないといけないときってあるじゃないですか。やっていく中でね。それを踏まえた中で、何を基準に、来る子に求めてあげたりとか、逆にその迎え入れてあげるようにしないといけないのかなっていうのがすごくありますよね。アルバイトでもそうですし、社員でもそうなんですけど、入れないといけないじゃないですか。じゃあ入れるときにどういうその基準で人を選んでいけばいいのか。いや、それはその会社の社長さん次第でしょ、そんなもん。自分だから自分がやった、うん、自分の組織をどういうふうにしたいかとか、どういうやり方がいいのかとか、はい、それの話なんで、そんなこと言われてもみたいな。ああ、なるほど、なるほど。まっちゃん自身が、なるほど。はいはい。いろんな方法あるでしょうよ。だから、はい、あの、言われたことだけやってる人が欲しいとか。はい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 、うん。若い、若くてガッツがある子、うん、何でもええから、イケイケで行く子がええとか。うんうん。いやいや、そうじゃないし、この子は熟練のパートナーで、熟練のこういう仕事できるとか欲しいとか。うん、うん。まあ、そうなって決まっていったら、次はどうさって、どうやって来てもらおうかって。うん、労働環境で釣るか、うんうん、給料を高くして釣るか、うん、いろんな話があるじゃないですか、うん、ただもうそういうんじゃないと思うけどな、あの、なるほどね、うん、末端のユーザー顧客、要はサービスを買っても人、うん、もらう人に何かをそのアプローチ提供してるのと同じような感じで、その世の中、うん、何か私たちはこういうふうに思ってこういうことを発信していってますみたいなのもやってくると、クローンっすよ、そういう人たちが集まって。私も破ってほしい、うん、まあ、破ってほしいとは言わんけど、うん、何かの役に立つことを一緒にできませんかみたいな、うん、そういう感じじゃんかな。なるほどね、うんうんうん、どういう話聞きたいの。いやいや、なんか、まあ、結論から言うと、やっぱり皆さんその経営者だったらやっぱり長く続くことが欲しいですと、長く続いてやる気がある子が欲しいです。それで結果が出やすくて、社内にちょっと合う人材が欲しいっていうのがあると思うんですけど、でも今の時代って各個人個人がそれぞれ好きなことをやる時代で、まあ、時代背景もそうですし、若者もそういうふうに思ってるし、今あのやってる20代、30代である程度分かってる子たちは、あのそういうもう自覚して自分で立ち上げてる部分が多いと思うんですよ、会社をね。で、なかなかいないと思うんですよ。なかなかそういうすごい、その今まっちゃんがイメージしてるような子って、要は来る、採用して来る人たちっていないと思うんですけど、その中でも採用しないといけないときってどうしたらいいんだろうなっていうふうに思うんですよね。いや、答えとくないのかな。いや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 、よっぽどひどい人じゃない限りは作れろって言い方はあるけど、改心させるよ俺は。ああ、なるほどなるほど、はい。いや、そのパワハラやとかなんやとか言ってたらそんなもん出来上がらんって。やっぱりね、人って育ってなあかんのですよ、やっぱ。そうですよね、そうですよね、うん、あ、今日の話はこういうこと聞きたかったんやろとか思うやけど、あいちゃんや、うんうんうん、育てんとな、そらな、その話っていうわけじゃないけど、その一定のとか、
労働基準法とかなんじゃかんじゃとかわけのわからんもあるけど、そんなもんにのっとってやっとったって、はいはい、無理よ、そら。ですよね、ですよね、そうですよね。言ったようにね、はい、言ったように、これから時代はまたインフレに戻っていくんでね、それだけやっぱり人材って大事なんでしょ、言ってる話が。そうですね。うん、だったら、その社員さんじゃなくても、業務委託でも社員でも何でも、要は僕の前に業務委託でも社員だろうが何でも関係ない、給料のギャラは逆に業務委託も高いとかあるからな。あります、あります、あります。ちょっと話変わるわ。ボーナスってのはボーナス。はい。ボーナス。ボーナス。はい。あるうちな、申告制ってはいつの間にか勝手に申告してくんだよ。俺何も言ってへんのに。ボーナスですか、申告ですか。お、勝手にな、勝手に書いてこんだけよこせってくるん。はぁ、あ。統括みたいな、ちょっと読んでこうか。あれちょっとか、ちょっと、しみしみ。あ、今読んできたわ。勝手に読まれてる、かわいそうに。恐喝してくんだよな。今ちょっと、あれだな。どういうことですか、ちょっと読んだ人、ちょっと来い。ええから来い、ちょっと、強制的に生かされてるかわいそう。あ、ちょっと待ってね、すぐ読む。すごいよ。こんだけよこせやからな。普通会社っていうか、社長なりね、上司が、はい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 。こんだけよこせですよ。よこせですよね。なんでよこせになってるんですか。そんな偉そうに言うのみたいな。ちょっとこれ、なんか今ちょっと緊張してる人あの顔隠しますから、ね、あ、こんにちは、どうも。あ、顔隠さなくていいよ。あ、顔隠さなくていいの。ちょっと今日雇用問題の話してたんやけど、まあ、それもすぐ終わった。でね、たまたまボーナスの話してたんや。な、恐喝してくると、自分らで決めて勝手にと。俺が金額決めてるわけでもない、こんだけよこせと言ってきたと。はい、なあ、言うよ、お前。恐喝しますか。自分がこれから還元できるんじゃないかなっていう量を。お前、いくらよこせ、はい、いくらよこせって言うてみ。ちょっと細かい金額まではちょっと。ピーってしたるから。ピーってしろ、言うてみ。去年の夏のボーナスプラス10です。嘘つけ。本当ですよ。お前、110万とか書いてたやん。あ、全体的に見て。もうええわ、もう。はい。110万って書いてた。はあはあはあ。どうなんこれ。いや、逆に、ちょっと、それを、どうやって、書きますよね。書くじゃないですか。それは実現してるんですか、まっちゃんは。もうその通りですよ。その通り出すんですか。そう。わかった。なんか不思議や、か、面白いっすね。それで出しちゃうんだ。全員な。全員それで出しちゃうんですか。はあ。でね、まあまあこれ見てるのちょっと面白いとか思ったと思うんですけど、ね。いや、面白いっていうかありえないですよね。うん。だからこういうことなんですよ、僕が言ってるのって。うん。はあ。わかった。わかったんですけど、ちょっと今。今まあ見てる人な。今まあ見てる人がもし例えば勤務してる人やとショーやなんかとかですね。な、とかな。だから僕が今やってるような話を今見てる人、いや、そんなんありえんのとかと。はいはいはい。わかる、言ってること。これが、なんていうのかな、そのインフレの新しい時代に合わせたっていうか、その要は組織というか、その会社っていうよりも、うん、その中の組織が、そのなんていうか、コミュニケーションの、なんかこう、深いコミュニケーションを持ってるっていうか。ああ、まあまあ、まあまあ、逆に言えば、その金額を渡したら、一生懸命働くしかないよね。いや、ある意味ファミリー的なもんですよ。だから逆にね、逆に同じ金額であってもこちらサイドが決めてこんだけなお前っていうよりは自分らで自主的にこんだけよこせって持ってくるっていうのはある意味ファミリー的な部分があるんですよ、やっぱね。ファミリー経営やってみたいなもんじゃないですか。まあまあ、だから家内工業みたいなもんだな、ある意味な。お父ちゃんこんだけよこせ、そうそう、びっくりしちゃった今。娘がな、お父ちゃんこんだけよこせ、なんでお兄ちゃんあんだけ持てんの、娘、私はこんだけなのよみたいな、うん、すごいですね。まあ、今日の動画ちょっと良かったんじゃ、これ未来の形ですよ。いや、びっくりしちゃった。逆になんか、まさかその金額を満額払わせてるんだと思って。いや、それ毎年よ、ずっと俺。すごいこれ。いやー、信じられないな、びっくりしちゃった。ここまで来んねん。いや、ちょっと負けてくれ、それちょっと多すぎるやろ、ここまで。もうええわね。言わないんだ。あ、じゃあ僕ももうちょっとやる戦略考えて単価上げてもらおう。
抹茶の単価がいいと。だからね、まあ今日の話は結局そういうことなんですよ。だから、いろいろほら、理屈へ理屈とか、言葉でいろんなこういう雇用的なもんとか、未来のその雇用的な話な。はいはい、こうそのいろいろあっちゃこっちゃ語る人っておるやんか。はいはいはい、でも今一人引っ張り出しすぎて来たけど、あれを見たらわかると思うんですよ、うん、あそういうことなのね。いや俺逆に信じられなかったですね。普通の会社で自分で給料決めろで、その金額渡す、ですぐ辞められたらどうするんですかって話じゃないですか。うん、いやそれはそれでいい。だから、ね、そう今日な、大事な話な、大事な話、ちょっとかっこいいこと言うけど、そこまでな、なんていうかな、ケチと言い方が腹の、あのな、あいちゃん、はい、そこまで腹の小さいこと言っとったら、経営者、それこそうまいこといかないんだよ、そんな。いや、わかりますよ、理屈はわかります。その言ってることの理屈はすごい、まっちゃんの言ってることってわかるんですよ。でもそれを実現してるのが怖いわ。だからそれをどこまでできるかっていうことですよ。ええかな、アイちゃん。でね、今さった、アイちゃんがその前に説明してた、その人をその雇って、はいはい、雇って長く勤めてもらうのにはどうしようとか、うんぬんとか、ああだこうだって言ってる話だったじゃないですか。あった、ありましたね。今の見たらわかるでしょっていうだけの話です。まあ結果的に長く いますよね、うん、で。そういうところにまた来るんですよ、また。いや、あのね、噂ってそういうもんでいますよ。あのね、だって従業員がだってさ、満額だってさ、指示したら内容の金額をさ、振り込んできたら、そりゃ、みんなウキウキして仕事しますよ。しなかったらっておかしい話ですもん。ね、来るやろ、ね、来るし、言い方でやめろって言ってるけど、やめへんな、これ。やめたくないですもん、みんな。だって、どんなパワハラの、パワハラのこと無理なんだ言われても、やるしかないよね、従業員はね。いや、うん、いや、それも、言わなくて済むようになるんだよ、いちいちも、うん、あーなる、やっぱりお金の力だね。いや、力じゃないって言ってるのはそこ理解、もう一回最後言うよ、どうぞお願いします。はいはい、自分の報酬とか自分のギャラとか自分の成果ですよ、成果な、うん、まあ自分で決めろっていうことやってるわけよ、分かりやすいから。あ、なるほどね。あ、自分で決めて自分で言えって言ってしまったらこうなってしまって困ったな、これ。うん、ところ調子になってんの。だからもう夏と冬のボーナスは恐怖みたい。次はどう言ってくるんだろう。いや、まっちゃん怖いでしょうな、うん。いや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 、まあそうでもないよ。うんうん。面白いでしょ。いや、俺信じられなかったっすね、今の話聞いて。そうでしょ。でもこれがでも、まっちゃんが思ってる未来、あの理想系なんですよね、多分ね。いや、まあ言い方悪いけど、ちょっとかっこいい言い方すると、僕の人柄みたいなもんですよ、これが。お前、どう言えばいいの？そうですねって、はいって言うしかないから。人柄、あ、そうですか。うちの悪いおっさんやしな、なんかもう、なんやこいつと思ってても、まあまあ、まあそこそこええやつなんちゃうんかな、みたいな。いや、100%、ケチで、最初は、怖いけど、めんどくさいというか、不思議な人なんですけど、よく言って、普通に良い人だっていう風な感じになったと思いますけど。はい、まあまあ、1年、2年、うん、おるとな、大体には気づいてくるな。要は、だって僕もやっと半年くらいですもんね。まっちゃんと出会って半年で、やっとまっちゃん の真の怖さが出てきまして、逆に怖いなって感じます、それが。いやー、ここまで。怖いだけのおっさんやけど、やってると、いや、これ、お父ちゃんみたいに優しいんじゃないの。いや、本当に、いや、もう、いや、今のは生々しかったな。ありがとうございます、従業員さん。よかったでしょ、今日、あれね、切り抜きたいから切り抜かせてね、あれ、あのね、100万ってところはね、はぁと思いますからね、マジ売ってるみたいな。あれ、切り抜いて、多分 YouTube のショートで出しますわ。あの100万はびっくりした。あんな感じですよ。だからいつもお前ちょっと来いとか、あんな感じで、だからちょっと来い、いや嫌ですって出ていったけど、一人。あ、出てた、そう。今日はこれノーカットでいった方がいいな。いいですね。これはノーカットにします。いや、俺ちょっとこれはびっくりしたわ。でもじゃあ最後にちょっと今日時間ももう過ぎちゃうし、あの、まっちゃんも仕事があるんで、最後だけちょっとそれ教えてもらいたいんですけど、じゃあ、そういうまっちゃんだからこそ採用は厳しくしてますよね、もちろんね。要は、採用基準だったりとか、選ぶ人を選ぶ基準。門戸は広げてます。え？門戸。要は窓口はかなり広げてますよ。
あ、なるほど。では、来るものは拒まずみたいなもんですよ。なるほど。うん、来るものは拒まず、去るものは追わずやけども、その来るものを拒まずのところが、そのあなたは何をしたいですかとか、あなたは、この会社でどういうふうにやっていきたいですかとか、あなたは何々を今までしてきましたかとか、何をどう貢献しますかみたいな話もしないんですよ、そもそも。うん、あの来たければ一回来てみたら、辞める可能性もあるし、まあ、週に 何日だけでもいいから一回やってみたらみたいな。まあ、嫌やったらまたやめてもいいし、まあ、気が向いたらまた復活してもいいし、みたいな。ああ、本当に家族ファミリー系です、ね。その程度のやつ。なるほどね。あ、ガチガチに、雇うとか雇えへんとか、あんまりそういう考え方もやめましたよ、もう、そもそもが。遊びがてらに来てみたら。まあまあまあ、でもそれって、そもそもがちゃんとした資本力と経済的な資本家であって、お金のキャッシュフローがきちんとできてるからできてるってことでいいんですよね。大前提に。要は出すためにはそれなりの売り上げも出さないと出せないわけじゃないですか。っていうと。まあまあ、そうだよな。そりゃそうやな。そうですね。先取りしてきたやつみたいなのが何人かおって、みたいな。そうそう。何人かおったとしても、それがうまくまかり通れるってことは、それだけの資本家であって、やってるから、それが実現できるからってことですもんね。まあ、それはその枠の中で、一つの事業としてはその一つの枠の中でうまいこと 回すのは回してるけど、まあ、前も言ったように、何かがあったときとか、何かが立ち止まっても十分持ちこたえれるっていうか、はい、人さんなんかではカバーできるようにしてあげてるってことですよ。うん、ああ、なるほどね。まあ、なるほど。え、ちなみに、うん、あの前のデイリーさんの話で女性の話してたじゃないですか。やめたって、こう言ってダメだったなって超やばかった。あれ具体的に何だったんですか。あれがすごく、あのいや結論だけでいいですよ。要は堅物。ああ、柔軟性がなかったってことね。はいはいはい。柔軟性もそうやし、結構おんのよ、はい、医者って。こいつ医者やってんけど、はい、あのお客さんを見て仕事してるよりは、うん、なんか役職人を見て仕事してるやつようなやつっておるんですよ、それどこでも。ああ、なるほどね。はいはいはい。あ、なんか、なんていうの、法ルール重視みたいなやつですよ。わかりやすい。ああ、なるほどね。はい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 。あ、だからお客さんの本当の気持ちとか、本当の健康とか、本当の思いじゃなくて、そうじゃなくて、ただ単にその法律ルール重視みたいな。いや、役所の味方か、お前は、みたいな。なるほどね。うん、僕の一番嫌いなタイプですね、決定的に。うん。こういう考え、話がちょっとでも出るやつは、僕、即クビにするの、その日にで。多分その話では10秒後にはもう首切ってんな。やっぱりそれぐらいが、なんていうかな、体裁的なルールとか、あ、要は、人の心のない、なんていうかな、形だけのルール。みたいな、ああいう枠組みと大嫌いなんですよ。うん、やっぱりそこだね。そこだね。そこが要はルールというものに縛りがやんない、自由な人はいいけど、そうじゃない場合は結構合わないんでしょうね。なので、あんまりな、だからどちらかというとね、偏差値で勉強積んできない人はそうなりがちよ、やっぱり。どっちかって臨機応援にできて、その応用力が効いてて、はい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 できる人が、うん、まっちゃんだってこう好きな人であり、多分ずっと採用する人なんでしょうね。感性持ってる人ですよ、やっぱりな。感性、はい、うん、そう。だからそんなルールとか勉強とかがなんかガチガチに固まった、その定裁、世の中の定裁形式じゃなくて、感性と人の心分かる人ですよ、やっぱ。うん、いや、うん、いやいや、面白いですね。もうそういう人やったら、俺育てがいあるんで、お前芝生のほらボケ来い、蹴ったりするんだな、俺たまに。いや、蹴ったとしても、やるだけ やっただけね、あの評価いただけるんだったら、それはやりますよ、みんな。蹴れば蹴るほど、高額請求されるみたいな。まあまあ、でもそれは、まあ、あのクレーム言われるよりマシなんじゃないか。まあ、そんな感じで、今日はちょっと見てくれてるとね、あ、そういう人なんや、あ、いや、まっちゃんの本当のなんか、あの女性の人に顔出ししちゃうかもしれないんですけどって言ってください。はい、あいつはもう全然大丈夫や。あ、大丈夫な人。あ、そうですか。わかりました。じゃあ、よろしくお伝えください。いやって言って、向こう逃げていくから。ああ、よかったよかったよかった。まあ、そんな感じで、今日はいいかな、はい、これで。ああ、もういいです。もう十分です。温かみのある話、よかったんじゃん、これ。いや、もうなんか最後の方は全くもうエンタメ的に面白いですよ。はい。これはめっちゃ楽しいので、ちょっと楽しみに、あの、僕もしますし、これは、あの、いや、編集しがいがある素材ですね。ちょっと編集しがいあるやん、これはおもろい。本当おもろい。ほんま。いや、これはまあ、これをちょっともうちょっと深く今度聞いてみよう、まっちゃんに。まあ、はい、だからね、もう今日最後の結論、これから、まあ、はい、これからも今までもそうやったけど、やっぱりね、はい、
はい、今話したこととか、はい、今日のこの動画の中の後半以降の動画の中のこの柔らかさですよ、やっぱ。あ、で柔らかさっていうのはお客さんともそうやし、その自分とこの、うん、そのコミュニティって何て言うかな、その組織の中もそうやけど会社もそうやけど、やっぱり心が通い合うそういう組織みたいな仲間、はい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 、でそういうふうにするためで、それが社長の役目ですよ、やっぱ。そうですね、社長なんかそこも何もする仕事ないんで、俺みたいな掃除だけやってるだけだから、うん、やってることっていうのは恐喝を受けてるだけみたいな。うん、ちなみに、あのさっきのね、これあの多分見てる人も語弊がないように言うと、あの女性の方の稼働時間でどれぐらいなんですか ?1 ヶ月。週休2日制。はい、まあ、で、平日休みのフル。お盆でしょ。だから休みで。年間何日かな、年間220、うん、そんなないんちゃうかな、210ぐらいちゃうかな。210でも時間はまあ普通に8時間。8時間残業ちょっとあるぐらいかとかですね。8時間というか、まあ今今日はさっきは朝8時、8時ぐらいから準備しに来てるんでね、8時10分のニュース。はい、はい、はい。で、帰ったのは大体6時から6時半ぐらいに帰ってくる。うん。ああ、6時から6時半。ああ、なるほどね。うん。まあまあ。いや、なんかすごく、あ、興味があって。いや、皆さんも。いや、高級取りですよ、みんな、全員。ですよね。ああ。なんでそんな恐喝すんのよ、俺に。みたいなぐらいに持っていくよ。恐喝なんだ。私100万ください、私80万くださいとか。いやびっくりしたよ、もうだって私100万くださいって逆に言うんだと思って。あ、そうそう、だからね、意味合い的にはね、お父ちゃん私こんだけやったんやからもうちょっとよこせよみたいな話です。あ、うん、そんな感じ。わかりました、ありがとうございます。勉強になる。今日はちょっと変な話になったけど本当に、はい、でも刺激的な話をありがとうございました。